おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が、今日も皆様に行徳は江戸川の土手からワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。3日後に衆議院選挙が行われますが、今日はですね、衆議院選挙に関するお話をしたいと思います。私はですね、親の代から自民党員でですね、ずっと自民党に投票してきました。今年からですね、やめようと思います。自民党にうんざりしました。うんざり、はい、その理由をお話ししたいと思います。戦後80年アメリカの経済的にも政治的にもある意味で植民地みたいになってきた日本ですが、自民党が頑張ってですね、上手に植民地にのような位置にいながら、逆にですね、思いっきりアメリカを親父みたいにしてですね、うまい具合に利用してですね、軍事的にも経済的にもうーんと利用してですね、親父助けてくれ助けてくれって、ここまで日本を発展させてきたのは自民党の力だと思います。ところがですね、ここに来て安倍政権、岸田政権、めちゃくちゃにしてくれましたね。まあ出来の悪い子供が親の財産食いつぶしてですね、3代で潰すって言われてますけれども、まさにそれだなと思いますよ。岸田政権、安倍政権、この30年ですね、国民の一般のサラリーマンのですね、給料が上がってないって何事ですか。物価はどんどん上がって、税金はどんどん上がってますから、どんどん一般市民が貧乏になっていってるわけですよ。食えないわけですよ。一方ですね、まあ私が勤めたような外資系はですね、私はイギリスとアメリカのトップメーカー勤めましたけれども、まあ外資系のトップメーカーはいい給料をもらいました。はっきり言って何千万ですよ。まあ横で見ててですね、気の毒だなと思ったのは、日本のですね、日立とかですね、代表的な会社の給料なんかと比べるとですね、半分でしたね。外資系の半分。なんであんなに頑張ってる日本企業のサラリーマンがですね、一生ですね、金持ちになれない。これはですね、まあメインにリーダーやってきた自民党の失態ですよ。私はこの30年ですね、税金ばっか上がって一般市民の生活がどんどん苦しくなってきたこの30年振り返ってですね、自民党のリーダー、首相をはじめですね、全員、成田さんじゃないけど、全員切腹者だと思いますよ。切腹者だからですね、300年やった江戸徳川政権が倒れるようにですね、まあ、この27日の選挙からですね、自民党は下野するんじゃないですかね。自民党第一党になれないと思いますよ、多分。まあ 50% ぐらいの確率で。私もですね、今年からもう自民党員辞めますから、自民党に入れるの辞めます。はい。そしてですね、自民党の中にもですね、もう大好きな議員がいます。青山繁晴さんとかですね、西田昌司さんとか、高市
早苗さんとかですね、素晴らしい議員もいますから、一旦ゲアしてからですね、また2、3年したら蘇ってくれればそれでいいと思います。大いに反省しなければなりません。特にですね、何ですか、その賄賂のキックバックをですね懐に入れて脱税してる社員、脱税してる議員ばっかでしょ。だから自民党議員はですね、泥棒議員って言われてもおかしくないと思います。脱税ですから、賄賂を後ろからもらってですね、賄賂を懐に入れてですね、もらってませんって口握ってですね、税金払ってないんですから、全くこの国民としてですね、泥棒なわけですよ。自民党の議員の大半が泥棒議員、またその泥棒議員に入れろっつったって、そう国民はバカじゃないからですね、半分ぐらい入れないと思いますよ。そしてですね、まあそう言っちゃなんですが、私の親とかのも随分ですね活躍したんですけれども、創価学会、公明党というより創価学会、何ですか、自民党にですねあんなに貢献して貢献して、すごいですよ。今も私のところに票入れてくれ、票入れてくれ、自民党に入れてくれって、なんであんな泥棒にですね、泥棒を助けてるんですか。日蓮聖人のですね最大の宗教団体でしょ、またそれを創価学会作ったですね創始者の牧口先生とかですね、牧口先生とか、まあ池田先生まで、戸田常成先生とか、草葉の陰で泣いてますよ。なんで創価学会、公明党の人たちは泥棒一家を助けてるんですか。自民党という脱税議員だらけの泥棒一家を助けてるんだから、まるでヤクザ集団じゃないですか。公明党も創価学会も、私の実家はですねずっと創価学会でしたよ。まあうちの亡くなっていったお母さんもお父さんも私と同じ考えだと思いますよ。泥棒を助けてる宗教、罰が当たりますよ。多分罰が当たる、罰はね創価学会の場合現世で罰が当たるからね、現世でそんなことやってるから、今創価学会もですね罰が当たってどんどん崩壊しつつあるんじゃないですか。なんとかなんとかこの国をですね取り戻してほしいと思ってます。はい、でも私はもう自民党の党員さようならです。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。